人生は変えられる石井隆です。今回は 99% の確率で今のあなたの仕事はスイートスポットではないという話をしていきます。今私はスイートスポットの仕事をやってるんでっていうふうに言ってる人がいます。嘘です。はい、違います。これスイートスポットは何ですかみたいな感じで僕に言ってくる人いるんですけど、違います。はい、 99% の確率であなたが今やっている仕事はスイートスポットではありません。なぜかというと、スイートスポットがどうか判定してるのは石井隆なんで、だから僕がそれがスイートスポットですよというお墨付きを与えない限りはそれはスイートスポットじゃないんですよ。思い込みです、ただので。思い込んで成功したらいいけど、成功する確率は 1% かなというふうに思ってます。途中でやめちゃうかもしれない、それじゃないかもしれないと思って。もちろんね、今やってる仕事がスイートスポットだったらいいですよ、それ楽。なぜかというと変わらなくていいからです。ね、行政書士をやってる人が司法書士って言われたら、あ、そっちかみたいな、そのくらいに近かったらいいけど、でも今やってることをね、まあ、やめるというか、まあ、もう一個ね加えていかなきゃいけないから、これ大変なんですよ、変わるってね。変わりたくない、そのままでいたいっていうのも人間の心情でございます。うん、常にそのままでいて変わりたくないんだな、みんな。そうなんだけど、やっぱりね違うんですよ、スイートスポット大抵で。なんでね 99% 違うかっていうと、実際スイートスポットの400人以上出してますけど、で100人に1人ですね、そのままでいいよっていう人はもうほんと少ない、基本いない。うん、あ、それなんだっていう、まあ、ちょっとずれてるっていう人が多いですね。ちょっとずれてたからここでやってたんだっていうふうに変わらなくてもいい人もいるけど、まあ、スイートスポットが分かってちょっとずれたなっていうことが分かるとちょっと修正するだけなんで、現実的に変わらなくてはよかったねという人ももちろんいますね。うん、ドンピシャの人、どういう人がいたかっていうと、まあ、ピアノ講師っていう風にスイートスポットが出た人がいて、その人が本当にピアノ講師だったということもありました。あとアロマテラピストだった人が本当にアロマテラピストだったって人がいました。すごいよ、よく本当にそのままだった。だからそういう人はね、そのままうまくいっちゃってるんですけど、他にあるんじゃないですかね、私の道っていう風にね、うまくいってる人ほど思うんですよね、他に道なかったのって。例えば、まあ、株式投資家って言って株式投資家がスイートスポットだった人がいたんですけども、投資家じゃないかなと思ったら株式投資家だったっていう人がいましたね。まあ、これもちょっとほぼ同じで、まあ、ずれてるっちゃずれてるかな、うん、ネーミングは違ったんだけど、株をやって10億円稼いだっていう人が、僕はスイートスポットが不動産だったら不動産に突っ込んだ方が良かったんじゃないか、今の10億円を全部不動産、もしくは FX かもしれない、私のお金は全部 FX なんじゃないかとか、そっちの方がね10倍儲かるとかであればそっちに全部突っ込みたいのでっていう風に来たことがあったんですけど、その人はね投資家だと自分は思ったんですけど株式投資家だったっていう、やっぱそこだけだったのねという人もいました。だからね、うん、違うんすよ、大抵はね、大抵は違う。まあ、すでにスイートスポットに当たってるっていう人はこのスイートスポット理論の話を聞いてもそりゃそうだよねとしか言わないんですよ。何当たり前のこと言ってるのと。以前ね、不動産で70億持ってるっていう人がいて、その人は不動産だけ見ると上がるか下がるかすぐ分かると、もう負けなしだって言ってました。負けたことがない不動産で、僕のスイートスポットは不動産に決まっているというか、スイートスポットという考えもなく不動産だったよっていう人はいました。うん、その人はまあ自分でね、まあ、受けるまでもなくもう70億あるしっていう感じで、もうそのまま行きますっていう感じでね、スイートスポット出すこともなかったんですけど、その人はもともと、そう、人は生まれつきこれだけできるってことがあるに決まってるじゃん思って、職を転々としてたら不動産だけがうまくいったからそれをずっとやってますっていう人ですね。だから大谷翔平選手にあなたは野球が向いてますよって言えなくないですか。やってるよ、知ってるよというふうになるので、まあ、すでに、ね、こう成功している人っていうのはスイートスポットって言われてもそりゃそうだよっていうふうに言うだけなんですよ。でもスイートスポットって聞いて、いや私当たってないわというふうに思ったら、それはね知った方がいいんじゃないかというふうに思います。まあね、今ねやってる仕事がねスイートスポットだと信じたい気持ちわかりますよ。頑張ったと思いますよ。頑張って今ちょうどやってる。みんなそう。僕もそう。僕もそうだった。アナウンサーめちゃめちゃ頑張ってた。でもそこじゃなかった。ということがありますので、ぜひね、自分自身のスイートスポットを知っていただければなというふうに思います。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。